日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ハットの新作ピザ、ハットメルツ、そして焼きたて宇治抹茶パイを食べたいと思います。はい、こちらハットメルツですね。最近なんか自分は結構 YouTube で、ね、くすんで見るんですけど、こういう風に三角形で挟まれたピザのをこのトマトソースとアボカドソースにつけてみてます。味はベーコンポテマヨ、マルゲリータ、スパイシーチキン、ミートラバーなんですけど、あれ一つしか食べないの？もしかしたら普段の自分の食事を動画を見てる方はあら、そう思ったかもしれません。はい、そんなわけありません。ここにちゃんと4種類全部あります。ただこれ一度に机の上に乗せて見せるって絶対無理な大きさなので、こうやってちょっと一つだけ代表ね見させてもらいました。まあ何か代表でっていうのはいつもやることですかね。はい、中にはちょっと見えづらいですけど、ソースもちゃんとあります。ただでちょっとソースつけて食べてるとこ見せたいんですけど、これほろりと落としたりすると悲しいことになるので申し訳ないんですけど、下の方に行かせていただきますね。それでソースなんですけど、まずトマトから熱々ピザも結構熱いのであまり長くは持てません。ではトマトがついて赤くなりましたね。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。どう？ソースと合うかしら？私は。そしてソースの味は？そうですね、トマトソースは結構甘いのかなと思いきや、意外とトマトの酸味も効いていますね。一方のアボカドはどうなのかな。これまあアボカドの味が生きているといえば生きているのかもしれませんが、どうもちょっと違う気もします。そしてピザは生地はサクサクしていますし、中のチーズはとろーり、上に乗っているのとはまた違った食べやすさと美味しさがありますね。今後違うソースでも食べてみたくなる美味しいピザです。あとバリエーションやソースもっと増やしてもらいたいな。ピザハットさん、もし見てたらお願いしますねって、そこまで言えるような立場でもないか自分は。そうさまでした。まず全てのピザに共通している部分として、外側の生地はサクッとした薄いクリスピー生地で、口にしゃかんだ口に入れて噛んだ瞬間にしっかりとサクッという心地よい音を届けてくれました。なんで言葉まで噛むんだよ、言葉噛んだら噛んだろって突っ込まれそうですね。でソースなんですけど、トマトソースは結構トマトの酸味と甘さのバランスが良くて、ケチャップに近いんですけど、ケチャップよりはちょっと酸味も入ってさっぱりと食べられるソースでした。一方はアボカドソースはちょっと主張が控えめかな。ただ自分はアボカドでいうソースっていうとなんとなくわさびが入ってそうなイメージで少し不安だったんですが、それは入ってなかった。結構まろやかではあるんですけど、トマトソースに比べると少し主張が弱くてピザに食われてるかなという感じでした。なので自分はソース2種のうちおすすめするのはトマトソースです。でベーコンポテマヨはホクホクとしたジャガイモの食感が美味しかったです。ミートラバーは何だろう、ソースに気を取られてたのか、あっさり食べ結構あっさり食べてしまいましたね。お肉はって思います。でスパイシーチキンはハラペーニョの刺激が結構ビリビリときました。でもああもうダメだっていうような、そこまで強烈な辛さではなく、食欲をツンツンと続いてくる程よい刺激です。で最後に食べたマルゲリータはトマトソースとはまた違った酸っぱさが強いトマトを口の中でじゅわっと広げてくれて、さっぱりと食べました。この4つだとまあ好みは分かれると思いますが、自分は刺激のあるスパイシーチキンが一番美味しかったです。そして焼きたて宇治抹茶パイ、なんだろうな、宇治抹茶クリームといいかと思ってたんですけど、結構クリームかもしれませんが、食べた感じは結構あんに近かったですね。ちょっと口の中でまろやかにさっぱりとした甘さを届けてくれて、外側のサクッとした生地とよく合う美味しい抹茶あんでした。でさて今回食べたハットメルツ4種の中で、自分はピリリとした刺激があって変化をもたらしてくれたスパイシーチキンが一番美味しかったので、あなたが辛いのがお好きであればぜひ食べてほしいです。
代表として5点とさせていただきます。はい、それでは夏なので仏来るかなお盆時、まあ迎え入れる習慣ですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。